吹奏楽部に置いてあるやつって結構経年で劣化してるとか錆びてるってことあると思うんですよ。これ金属ですかね、普通にね。このボールが錆びるってことはあんまりないんですがあまりにひどい場合はボール自体が錆びてたりこの中の板ね、ここ中に洗濯板みたいなのがあるわけなんだけれどもここが錆びてるとこう突っかかっちゃうっていうかね。のでこれ錆を取る必要があります。錆びてた場合。はい。なので えー、メンテナンスとしてはね、簡単です。この、ここ押さえて、回す。ちょっとこれ取れますんで、取っていただいて、えー、これ解体していただくと、やはりこの、お風呂の、チェーンと、この鉄板ですね。これに分かれるので、洗ってあげるっていうかね、サビ取り。こういうやつ。えー、クレ556みたいな、サビ取り。 数十分ぐらいねつけといてあげて拭き取ってあげるとかなり落ちるそして滑らかになると思いますえー、音色で言うと柔らかくなりますえー、つっかかってた場合はい、えー、そういうのめんどくせえわとこういちいち外すとねちょっとわけわかんなくなっちゃうわっていう場合 <laughs> 極端な話ちょっとズボラな傾け僕はちなみにこうやってんですけどティッシュを用意して キッシュ乗せるえっまさかまさかっつってねはいこれかけますはいはいはいこのまま触るとこうすごくオイリーになるのでちょっと乾燥させてあげる必要がありますねえク、ー、レ556吹いてあげていわゆるこれその なんでしょう工業製品とか、えっ、ー、と、自転車のチェーンみたいな容量なので、これだけで全然音変わります。はい、お試しあれっていう感じです。